京浜急行線京浜急行線はかつて存在した神奈川県鎌倉市から藤沢市に至る道路、道路運送法上の自動車道である。この道路は1950年より京浜急行電鉄が所有、運営していたため通称京浜急行自動車専用道路京浜急行有料道路と言われていた。現在は市道に移管し鎌倉市部分が 鎌倉市道大船西鎌倉線、藤沢市部分が藤沢市道、片瀬西鎌倉線となっている。事業廃止にあたり、鎌倉市部分と藤沢市部分を分割上とした関係で、陶器場、鎌倉市部分が京浜急行線、藤沢市部分が市郷、滝口寺下とされた。本校では、市郷、滝口寺下を含む全区間を取り扱う。 東道路は1926年、大正15年11月15日に、国から事業免許を受け、1931年、昭和6年7月4日に供用開始した、神奈川県の鎌倉市大船藤沢市辺、狭野道路運送法上の民間運営道路。道路運送法による道路としては、日本初の有料道路、自動車専用道路とされている。 ルートは湘南モノレール線が走っている区間にほぼ相当する。かつては鉄道線付設計画、工事があったが実現せず、1970年に湘南モノレール線が開業するまでは公共交通機関としては長らく路線バスのみが運行されていた。沿道の市街化のため事業継続が困難となったため、1984年、 昭和59年7月1日に鎌倉市部分 5.7km を鎌倉市に9億8000万円で有償状とした。引き続きし堺流行寺、下妻の藤沢市部分 1.1km で事業を継続したが、経営悪化と地元の要望により、1989年、平成元年3月31日に藤沢市に蒸気区間を無償状とした。 大戦則、片瀬川ともに、料金所付近に、三菱商社燃料部、現在の三菱商事エネルギーによる、給油所が設けられた。片瀬川の給油所は1969年に、営業を終えたが、大船川の給油所については代理店の変遷がありながらも2007年頃まで営業が行われていた。開通当時、日本における自動車保有台数は万台強であり、 アスファルトによる道路自体珍しく住民は履物を脱いで道路を歩き始めたという逸話がある。東道路の起源は大正時代の鉄道敷設計画に遡る。沿線の不動産開発を目的として大船より、釘沼を経て、茅ヶ崎に至る鉄道建設のため、東海土地電機が設立されたが、発起人の多くは1923年の関東大震災により鉄道計画から離れ、 事業は1926年に設立された江ノ島電気鉄道に引き継がれた。江ノ島電気鉄道は1928年に現在の江ノ島電鉄線を譲り受けした後、バス事業から1929年をもって一時撤退して鉄道経営に専念していることから新規路線の開業はこの時点で放棄したものと考えられ、江ノ島電気鉄道の経営に関わっていた。 菅原つゆさいは、大船、片瀬間の鉄道計画の沿線にあたる深沢村の山林を高級別装地として分譲することを計画し、当地を鎌倉山と命名した。従来交通の不便な当地を分譲するためには、公共交通機関の整備が不可欠であり、菅原は江ノ島電気鉄道の新規鉄道計画と並行して乗り合い自動車の開通を計画した。このため、 菅原は、江ノ島電気鉄道の出資で、日本自動車道を設立し、鉄道計画のために、江ノ島電気鉄道が取得していた用地を一部、転用して、自動車専用道路を建設し、東海道線のダイヤと連携した乗り合い自動車を、走らせ、江ノ島への観光経路として確立させるとともに、鎌倉山別荘地への主要交通機関とした。 開通時期と古性教完成時期、陶器場の供用開始日に誤差があるものの、概ね1930年には専用道路として開通していたものと考えられる。なお、当初は密接な関わりのあった江ノ島電気鉄道とは、1933年までに資本関係を解消しており、また、1938年に京浜電鉄の参加に入り、その後合併したことから、 東道路とこれに付帯する路線バス事業は京浜電鉄の後ろ身である京浜急行電鉄へと受け継がれていくことになる。第二次世界大戦後、東京急行電鉄から分離独立した京浜急行電鉄が1950年に路線バスの運行を再開し、同時に有料道路の営業を開始した。高度経済成長期以降、鎌倉市の深沢地域、 西鎌倉及び藤沢市の片瀬山などで大規模宅地開発があり、また三菱電機鎌倉製作所や国鉄大船工場といった大規模工場の増加など沿線環境が変化し平面交差する道路も増えたため片側一車線の東道路は次第に自動車専用道路の趣を失い地域の生活道路と化していった数カ所に料金収入を置いて 有料道路を維持していたが、衆繕院の置かれていない交差点での流出入に対応できない状況となり、1984年に大部分が鎌倉市に売却され、1989年には残る区間も藤沢市に譲渡されたことで、有料道路としての使命を終えた。一般市道化されたとはいえ、自動車専用道路として建設されたために歩道がほとんど整備されておらず、 両自治体により、モノレール駅周辺を中心に、歩道整備が進められている。小袋屋湖線橋については、予定ルートが重なる、都市計画道路、腰越大船線の整備に合わせて、神奈川県による、河橋歩道設置が実施される、大船立体。2014年3月28日に、急遽の使用を終了したが、新ルートの暫定使用中は、歩道整備は行われない。 東道路は大船駅前交通広場から南に離れた交差点で神奈川県道301号大船停車場線から分岐する。かつては交通広場の場所に京浜急行バス乗り場、京愛なため停車台が設置されていたがあり、東道路もバス乗り場出口にある交差点を起点としていたが、大船停車場線の整備により起点が変更された。今後、都市計画道路、 腰越,越大船線の整備進捗により、起点がさらに変更となる可能性がある。大船から片瀬にかけては、境川水系の柏川、片瀬川が定地を流れているが、東道路はそれには沿わず、古船橋で横須賀線と神奈川県道302号、小袋や藤沢線を越えた後、江戸時代の江の島道に近接した経路で、湘南町や駅付近の丘陵地帯を越える。 ふもとの平野部は三菱電機鎌倉製作所などの工場が立地している。山頂側には野村不動産の開発した住宅街が広がる。一直線に休憩斜の坂道を下ると深沢の中心部に入る。この付近は新田吉貞による鎌倉攻めの際に大規模な戦闘が行われた須崎古戦場だが、山頂まで連なる住宅の姿に王子の面影はない。 かつては横須賀海軍工渉深沢分工場があり、その跡地に国鉄大船工場が創業していたが、2006年に正式に廃止され、広大な跡地が広がっている。深沢支社西交差点付近には小規模な商店街が形成されている。神奈川県道32号富士沢鎌倉線を古道橋で越えると鎌倉山ロータリーまで上り坂となる。 ここまで上空を走っていた湘南モノレールの軌道は鎌倉山トンネルに入るため右に分かれる。山頂付近にある鎌倉山ロータリーの中心には1968年昭和44年に菅原中斎が堤美義明を介して入手した関東大震災で倒壊した鶴岡八幡宮の鳥を流用した石碑が立っている。分水嶺を越え、東道路は ゴー川水系の谷に向かい坂を下る。赤羽交差点で、神奈川県道304号、腰越,越大船線と直行した後、西鎌倉駅まで並行する。付近は、西武鉄道が開発した住宅街が広がる。腰越,越大船線と別れ、住宅街の横を再び登る。片瀬山駅付近で、湘南モノレールの軌道が、地上に近接し、東道路に並行する。 湘南モノレールの軌道を挟み三井不動産が開発した住宅街が広がるが、東道路はそれを避けるように、目白山下駅方面にカーブしながら再び下り坂となり、湘南モノレールが片瀬山トンネルで抜ける流行寺浦山の山腹を左回りに下っていくと、国道467号に接続する流行寺前の終点となる。ふ軸間が東道路部分は、 交差地点。終点から先、小袋や小選橋付近で東道路と重なる予定区間も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。